はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、DEN、デンさんですね。はい、野球のモザイク、ホビーですね。メジャーリーグの大谷選手がね、投打でパッケージになってで、サインは3枚出てきます。で、端数は下になりますので、その点だけご了承ください。はい、じゃあワンパックですね。開けていきます。で、ベースの選手とルーキーと、ダルビッシュ。分けておきます。秋山さんもいるんだな。で、これ赤パラはマリンちゃん。ね、オールスターすごいですね。いやー、打率2割切るような マリンちゃんでしたがね。応援してましたけど。やってんじゃん、さすがにそこまでできる子だとは、さすがには。まあでも、努力次第で、とは、思いました。あ、ひっくり返ってます。サイン1枚目。お、サンチェスだ。はい。ルーキーのシルバー。レンジャースのタベラスですね。はい。で、サインもサンチェスだったら全然ありですね。彼もボークロかな。クロフォードですね。初め出てきたときは、結構、有原さん、インサート。人気でしたね。まあ、これからですからね。ゴールド。はい。ゴールドは10枚限定です。さあ、誰でしょうか。逆だ。はい。なんかバク転してるのかな。あ、カークだ。はい。ルーキーのカーク。ゴールド。おお、いいっすね。ブルージェイズです。で、ゴールドですので10枚限定ですね。1番。はい。ワンオブワンじゃないんですよね。それとシルバーとモザイクとインサートとカールソンのデビューのシルバーですね。大丈夫です。はい。ゴールド。出ましたね。まあ、そこそこ生産数があるので、まあ、金とか、なかなか出ない部類かなとは思うんですけど。でも、選手はちょっとあれですけど、ワンワン黒もお客さん出てますし。はい、アポステルとアルベルトですね。まあ、正尻も出なくはないという感じですね。まあ、人数が多いから逆に、まあ、出なくはないですよねっていう感じかもしれないです。で、3位2枚目。誰だ？あ、サンディエゴのカンパッチョ。ね、カンプさんですけどね。カンパッチョ。いいですね。サンチェスに、カンプサのサンディエゴ。で、ゲレーロのシルバーとカステラノス。いや、カステラノスさんも、去年もやっぱり、スタートダッシュはすごいですけど、最後終わってみると、いつも通りですね、っていう。毎年そうなんですよね。夏の終わりぐらいまでは、まあまあ、あれなんですけど。まあ、4、5、6月はすごいんですよね。ちょっと待って。違うか。黄色いからまたゴールド来たのかと思った。ルイズの赤と、これはスタンゲルですね。で、これが一瞬、また金来たのかと思いました。インサートの方でした。それとオルティーズ。国旗の色ですね、あれね。サインに出てるんで、あと1枚。シルバー。ダスティン・メイ。投球開始したのかな？なんか、エージェントの方が、
つぶやいてましたね。でもやっぱりなんか性格的なところもやっぱりあるから慎重にいかないとなみたいな。はい、10年前ぐらいね、結構お年の方ね、人生は性格だって言われましたね。まあ今ではよくわかります。でシリアルも来てますね。フラハティ、はい、結構言われる方多いんですよね、そうやってね。99の47、性格なんですよね、はい、ゴルシミ、うん、バウアでチスホルムですね。大谷さんの金とか来て、あ、また結構ルーキーが光りますね。ハビエルさん、はい、ヒューストン、オスーナ、山城さんにバイツ、これがサインですね。じゃあね、多分ね、今2枚なんで、うん、これだ。お、レデ、誰ですかね。ちょっと待ってください。先にレジェンドとインサート2枚、はい、いきます。せーの、待てよ、レデなんだ。はい、っていうか待てよ、初めて見た。ホルフェ待てよ、初めて見たかもしれないですね。へー、スペクトラとか出たかな。待てよ、いや待てよ、見てないな、少ないのかな、ちょっと分かりませんけどね。まあでも現物の2枚がサンチェスとカンプサノなんで、まあ、箱としては全然ありですね。あと金が来てますから、あとルーキーが結構光りましたね。よいしょ、はい、トロントのキャッチャーのカーク、なかなかいいと思います。ルーキーオートグラフモザイク、待てよ、初めて見たような気がしますね。ショートプリントかちょっと分かりませんけど、うん、この組み合わせもなかなか見ないですね。全然ありですね。はい、やっぱゴールドはパニーニさんのゴールド以下はやっぱなんか違いますね。 重みがあるというか、当たったというかね、そういう感じがしますよね。はい、じゃあ参加をします。あ違うわ、あ、ちょっと待ってください。モザイク、そうだね、はい、9999なんで申し訳ないです。はい、ということで、これで梱包して明日発送、月曜日発送になります。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。